はい。えー、どうもこんにちは、森本です。えー、今回は、まあ、視聴者の方とか、うちのお客さんから、まあ、たまに聞かれる質問についてお答えしていこうと思います。それはですね、あの、走行距離が10万キロを超えてしまったら、もうその車を買い替える時期じゃないのかということなんですけれども、まあ、これはですね、この質問、まあ、僕聞かれるたびに、同じように <laughs> 答えてるんで、これをですね、皆さんに一度、 えー、お伝えしようと思って、今回の動画を作っています。じゃあですね、まず、なんでその買い替えの時期を走行距離で決めてしまうのかということなんですね。その走行距離っていうのは、そのあくまで目安というだけで、そ,それだけでその車の状態を判断する材料にはならないんですね。走行距離が、例えば、浅くても、あんまり走っていなくても、 メンテナンスを全くしていない状態だったら、それは車としては、状態はダメですよね。オイル交換もしてないとか、もうタイヤも全く見てない状態だったら、いくら走行距離が、え2万キロだろうが、3万キロでも、状態としてはダメですよね。逆に、走行距離が、ま、10万キロ超えてても、その乗っている人がですね、オイル交換もきっちりする、そのま、細かいところは全部車屋さんに見てもらって、 まあ、しっかり修理するということをしていれば、その車の状態としては、まあ、いいと判断できるんですよ。まあ、これどっちがいいって比べると、やっぱりそのメンテナンスをしている方がいいと判断できるんですね。なんで、それは走行距離では測れませんよということを、えー、ちょっとこれ覚えていただきたいと思います。で、ちなみに、あの、僕が乗っている、まあ、たまに動画でも出てくるオッティは、えー、22、3万キロ。まあ、20万キロ全然超えているんですね。けども、 まあ大した、まあ故障もしませんし、まあ僕自身、うん、自分で大きな修理してないんですね。例えば、まあ、オルタネータとかエアコン。まあこればっかりはメンテナンスじゃなくて、ちょっとたまたまということもあるんですけれども、まあそれも壊れて、壊れていませんし、交換もしてない。で、あと、まあ自分がやっていることって言ったら、その油種類の交換、エンジンオイル交換するとか、冷却水を、まあ、交換する。 えトランスミッション。まあ、オートマチックオイルを、オートマチックフルードを交換するとか。で、あとはまあ、ブレーキですね。まあ、ブレーキはま、車検とか、タイヤを外した時にたまに見る程度ですけれども、まあ、ブレーキの点検、エンジンついているホッキーベルトの点検。でももちろん、タイヤの点検ですね。まあ、そういった別に特別なことはしてないです。普通のメンテナンスをしているだけなんですね。なんで、まあ、これもよく言われるのが、整備士の人が乗っている車だから、 長持ちしているっていう、まあお客さんを言うんですけれども、そうじゃなくて、整備士でもメンテナンス全くしてなかったら、それは状態悪いです、車の。そうじゃなくて、整備士だからとか、えー、その、車の知識がないからとかじゃなくて、ちゃんとメンテナンスをしているからど、しているかどうかが、それが長持ちをさせるというこだけなんですね。メンテナンスをしっかりしているから長持ちすることができるというだけのことなんですね。でですね、あの、最近の車って、本当に、 まあ僕は日々整備しているんで思うんですけれども、本当に痛まないですね。あの壊れにくい、故障しにくいと思います。あのー、まあ昔はですね、なんか10万キロ来たら、もう車を買い替えるなんか一つの目安になってたり、例えば車検を何回受けたら、その買い替えるとか、まあそういうのあったんですけども、まあそれはまあ昔はですね、その、 車検もですね、あんまり走行距離が多いと、車検が1年しかもらえないとか、いう時代もあったんで、まあそういう名残もあるのかもしれないです。その名残で、まあ今でも、そんな感じで、思っている方も多いんかもしれないんですけれども、まあ正直言ってですね、昔の車って、うん、まあ品質とか材料的には、やっぱりあんまり良くなかったと思います。あんまり良くはなかったんですけれども、今、今の時代ですね、やっぱり品質の向上とか、やっぱり材料が良くなってですね、 耐久性も上がって、やっぱり壊れにくくなってます。もうそれは確かですね。なので、あのー、もう今の車はですね、10万キロって本当に通過点に過ぎないんですね。10万キロだからどうとかいうのは全くなくて、まあ20万キロ、30万キロって、まあ僕は本当に余裕で乗れる、まあそういう時代だなと思います。本当に壊れにくいという時代だと思います。このことをですね、ぜひ理解していただけるといいと思います。 その10万キロで壊れるっていう、まあ、そんな時代はありました、確かに。あったんですけれども、それはもう過去ですね。やっぱりもうほんと今は長持ちするんだと。車って本当に壊れないんだな、ということを覚えていただきたいと思います。まあ、じゃあですね、あの、他の視点から話しするとですね、例えば、まあ、やっぱりその中古車の購入の際って、やっぱり走行距離、やっぱ見ますよね。で、もちろん、 中古車を選ぶ際は、その判断材料がやっぱないので、走行距離っていうのはやっぱり気にするっていうのは、まあ仕方ないことなんですよ。それは仕方ないことなんですけれども、その走行距離を鵜呑みにしてしまうと、やっぱりちょっと変な買い物をしてしまうとか、いう可能性があるということも覚えていただくといいと思います。結局、中古車も前のオーナー次第なところがあるんですよ。あの、うちのお客さんでもやっぱり中古車買って、あの、車の状態まあ見ますよね、僕も。で、やっぱりその、 ちょっと状態が悪い中古車でやっぱあります。で、それはやっぱりその、その人が悪いんじゃなくて、その前に乗っていたオーナーがやっぱりそのメンテナンスをズボラにしてたとか、そういう人だったらやっぱりその、いくら走行距離が浅くても変な車を掴んでしまうということになるんで、やっぱりその、これはちょっとね、難しいですけどね、走行距離だけでは判断できないということも確かにあります。なんで、えっ、ー、と、まあ、走行距離とメンテナンス状況というのはやっぱりそのイコールでは えー、つながりませんので、そのことだけちょっと覚えていただきたいと思います。えー、とは言ってもですね、走行距離、やっぱ増えてくると、確かに故障する確率というものは増えてきます。でもですね、やっぱり、んそんな故障したとしても、やっぱり修理できるものがほとんどなので、例えば、まあ、エアコンが壊れてしまって、修理代20万かかったとしても、それはやっぱり車を買い換えるに比べたら安く済むことですよね。 あのー、まあ、そんな高いんだったら買い替えるっていう意見もあるんですけれども、そのお金を気にすんであれば、買い替える方が高くなってしまっては結局意味ありませんので、そのあたりはちょっと慎重に考える必要もあるんですね。ね、あの、費用を安く済ましたいんだったら、その修理がいいのか、えー、その20万で買う車ってのは、これ前の動画でも話してますけれども、20万で買い替える、買える車ってのはそれもどうかと思うんで、そのあたりはちょっとこ、自分で考えて、 判断するということが必要になってきますね。まあ、あとですね、えっ、ー、と、走行距離じゃないですけども、例えば、年式が古くなって、年式古くなると、今のまあ、日本の税制では、税金が上がってきますよね。何にしろ、車に関する税金上がってきます。なんで、その、古くなるから、税金が上がるから、買い換えるというのもあるんですけども、まあ、それは一つのタイミングで、自分がそうやって思っているのであればいいんですけども、その、お金、お金の面で言ってしまえば、 上がって買い換えるっていうのは、それはまあおかしな話で、上がったとしても、結局、その上がる分より、車買い換える方が高くなりますんで、まあ、それはちょっとイコールにはならないかなと思いますね。まあ、要はですね、その車に、やっぱりその、まあ、飽きてしまうとか、もあ、ありますよね。もうこの車何年も乗ってるから、もう飽きてしまったとか、その車に対する、まあ、思いが減ってしまって、こいつを直すのに、もうお金かけようという気が起きない。 まあ、そうなってしまった時が、その、車の買い替えの時期なんじゃないかなと思いますね。まあ、そのために、まあ、走行距離とか、税金が上がるタイミングというのを、まあ、自分なりに考えて、買い替えるというのもある。まあ、それはいいと思うんですけども、まあ、そういうことだと思います。買い替えるタイミングというのは、まあ、飽きてしまうとかうー、あまりにも修理代が高ければ、ちょっと考えますけどね。まあ、そういうことだと思います。はい、えー、というわけで,ですね。えっ、ー、と、今回の話、まあ、簡単に、すごく簡単にまとめますと、 今の車、10万キロではダメになるというイメージはもうなくしてください。それはもうありませんので。で、あとは、今の車って本当に壊れにくいです。なかなか壊れないので、えっ、ー、と、メンテナンスさえしっかりしていれば、しっかりしていればですね、本当に長く乗ることはできますよということだけ、えっ、ー、と、ぜひしっかり覚えてください。まあ、なんでこれはね、本当にあのメンテナンス大事ですよという啓発の動画にもなります。はい。ではですね、今回の話は、 本当に、えっ、ー、と、いろんな意見あると思います。あくまでこれは僕個人の意見なんで、この個人、僕個人の意見を何か皆さんに参考にしていただければ、まあ、それで、それでもうこの動画としては意味成り立ってますんで、まあ、それでいいんじゃないかな、ということで、今回の動画、えー、こんな感じで、えー、撮らさせていただきました。はい、えぇ、ー、というわけで、今回の動画、こんな感じに、えー、なります。えー、ぜひですね、あのー、皆さん、素敵なカーライフを送っていただければいいなと思います。 最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。